ゃべるなんて。ただ僕はこの愛を守りたいだけなんだ。君への愛をずっとずっと貫きたいんだ。平安だって平成だって愛することに変わりはないさ。君の
をするのはやめてくれ。戻ってきてくれ、こっちに。あ、そうなんですか。その友達が一番かっこいいと思う。この友達はちなみに誰がどうなったらいいですか。名前はまだわからんと思う。あ、先に言っておく、私は大金持ちです。まあ、ケイテも思ってます。さあ、どの方がお好きなんですかね。はい、あー、宗盛さんと国民大重盛さん。ちょっと誰か、わしのことだけが好きな人もおらんの。なんでな。ちょっと名前がちらっと出ましたけどもね、あの実は彼ら続きを覚えた。本日はですね、6人しかいませんが、あの重盛様という嫡男の方がいらっしゃいましてですね、本日まあ一通でちょっとね、こうやってますニューヒットということで、本日は6人でお送りしていきます。よろしくお願いします。よろしく。看護婦にカッコつけてんだろ。大丈夫です。あ、そういうことか。いいな。いや、いいな。いいな。そう、絶対やると。私も一通になりたい。あなた元気だから大丈夫です。あなた病気にならない。間違いにならない、絶対に。ちょっとでもみんな元気ないんで。あ、本当じゃ。ちょっと機嫌が。こんにちは。一体感もせっかくだからね、今日人数がちょっといつもより少ないということは、一体感を出しやすいということですので、いつもよりちょっと出そう。わかりました。知ってる。知ってる。さあ、皆様、そういう説はね、なんで、皆様、ちょい振るまで。フランス語でございます。さあ、私は今からですね、大きな声で、こんにちはと言います。はい、皆様は私よりも大きな声で、こんにちはと返してくださいませ。よろしくお願いします。大丈夫ですか。さあ、行きましょう。そこと、そこと、そこ、首を落とす。やるぞ、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 やるぞ。ちょっともう生ぬるかった、今、ね、今の湿気のようでもう見えない。なんかね、こう、誰が出すだろうっていう、こうね、ぬるさが見えますね。みんなで行く。はい、さあ、みんなで盛り上げていきましょう。いきますよ。皆様、こんにちは。こんにちは。誰か小さい、こんにちは。こんにちは。まだ自分の方言うとないよ、こんにちは。熱血共感みたいな。すごかったですよ。なんか、ね、出してもらってるかと思いました。出してもらってるか。まあ、いやいやいや。あ、よかった、後ろの方席空いてるので、よかったら座ってくださいね。座ってくださいね。まあ、でも初めての方も2人いたのか、はい、恥ずかしいけど挙げてない方もいると思うので、まあ、誰が誰かわからん方もおると思うので、せっかくで自己紹介しようか。はっ、まず自己紹介と参ろうか。イケメン担当、平野つゆもりになり、よろしく。声が小さいイケメン。イケメン。我が溶岩音曲鼓を超えなく愛する平野つゆもりくんでございます。この腕っぷし、みんなのことをこれからも引っ張っていく平安のコントワーザーの平野清盛に渡ります。みんな今日は一日盛り上がっていくぞ。よろしくお願いいたします。あ、また音が鳴ったよ。
たいからね。いやいや、そこですね、我ら神戸に呼びたい、こうして平成にいるんですけども、この9月でなんとやってまいりまして、蘇って4周年を迎えることになりました。はい、で、ね、先日11、12、13日と4周年演舞をしてきたわけなんですけども、さあ皆様、今後何かこうしていきたいことってありますか？していきたいこと、はい、覚えてからね。はい、あと、でも、もうそろそろ城を攻めに行ってもいいんじゃないかな。城を攻めに城を取りに行ってもいいんじゃないかな。どこの城行きましょう？どこの城、でも大阪城綺麗かったから、大阪城し、姫路城も綺麗だったね。白鷺城ね、いいよね。どこがいいか、言ってくれような。塩取りは何なんだこれ。塩取り、塩取り、明石城は、あ、みんな来るのにだいぶ苦労する。ミニちょっと遠い。そう。他は皆さんないですか？テレビとかラジオにもっとね、はい、出て、はい、帯をいただく。ちょっと生々しいな。帯が分かるかどうか。ちょっと覚えてる方いらっしゃらないかもしれないですけど、2年前にですね、レディーガガン様に手紙を書いたんですけれども、友森様が、はい、覚えてもらうの？いや、覚えてほしいけど、うん、書いたんですけど、まだ返事来ないんですよ。ちょっとね、海外もう諦めたらどうですか？ちゃんと英語で書きましたか？え、英語で書きましたか？うん、頑張って擬音になるんだよ。私にね、ここが通じ合ってないもんね。まあ、ね、気長に待ちましょう。ガガも忙しいから。ガガ忙しいか。まあ、今回初めて大阪に出陣したということもあるんですけれども、まあ、大阪だけじゃなく本当にいろいろなところに行って、いろんなところからこうして神戸に会いに来てくださる方が増えたらいいなと思うので、まあ4周年以降もいろんなところに行って清盛隊をより多くの人に知っていただけたらなと思っております。どうもありがとうございました。ありがとうございました。まあでもわしはやっぱりもうちょっと人を増やして、お増やすお客さん、リオンのこのスマホ型タイムマシンでもっと多くの兵士を蘇らせるから、みんなでキサロに行って、キサロもうエグザイルみたいな感じで、エグザイル、ちょっとありかもしれない。これちょっとちゃんと見てください。もう斜めにとなりました。どうしたの？じゃん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 。これはちょっとリフレッシュ。何の歌ですかそれ？いいかもしれない。よくないですよ。何やってるんですか。ちょっと武士でしょ。いやいや、ちょっと待ってくださいよ。ちょっと武士でしょ。武士ですよ。こんなことしてる武士見たことございません。え？え？そう。
探しましょう。我の心根をしかと聞くよ。兵士の世は終わった。そしてまた新しい世が続いていく。終わることなく続いていく。我らの時代はもう消えてなくなってしもうたのか。我らの思いは未来へ届いておるのであろうか。我らにまだできることがあるのであろうか。皆様の時代も思いも作り上げたもの全てが未来へとつながっておりまする。そして平成の世が皆様を必要としております。何故じゃ。それはどんな時代でも誰もが穏やかな日々を求めているからでございます。我らにはまだやるべきことがある。やり残したことがある。さあ皆早くもゴール。まずそれも切ってくれる。食べたい人は消費税をカットして
の解読だからクリンゴの食べてくださいねと配りました。高いとはい、高いやろーバカやろー、はい、雑な私くらいですね、はい、怪我しないでくださいね。それと、あと何かあったかな、あと、他ございますか。あ、あとはですね、あ、はいはいはい、どうぞ、あとはですね、またこれも一回でございます、神戸紅茶というお店、はい、紅茶のお店ですね、うん、こちらで、新発売、さらに期間限定の新発売で、ぶどうの紅茶っていうものが今、出してて、匂いを嗅がしてもらったんですけど、本当にいい匂いですので、ぜひ皆様お買い求めください。これは値引きしてくれたんですよ。いやー、ぶどうの紅茶ぜひ、期間限定ですので、ぜひこの金を皆さんにお買い求めいただきたいということで、このスリコロ今日初めて来た人あ、あげよう、しげさん、ぜひ、あ、僕の初めてなんかあ、ちょっと待って、なんかくれると思って手を挙げたの今、はい、さっきまで挙げてなかったのに、はい、そんな責めないでください、はい、そんな責めないから、だから、イオンちゃんも注文したんで、ここに責められるんですよ。そう、あそこの誰が一番かっこいいと思う、あ、マジ、ありがとうでもくれないんだよ、ね初めてなので、一生懸命コーヒー繰り返し声出してくれたんだ。以上でございます。ありがとう。はい、ぜひ皆様、お見せくださいね、お願いします。さあ、続きましてはゲームのコーナーでございます。あら、よし、なんだ今回のゲームはこれです。お、でもどこ行った、ここ、あ、行った、はい、北箱を持つは誰だランキング当てましょうゲーム。はい、ちょっと重たいですよね。北の工房2は誰だ、はい、どういうゲームかというと、今回ですね、北の工房の町の中に入っているテナントさんの1店舗をピックアップいたしまして、そのお店の商品どれが売れているかということでランキング形式に当ててもらおうと思います。おうおう、トップ10を皆様やっていただきますよ。はい、気を向いた皆様にはアーリーのライブする2つのチームに分かれていただいて、リスイルか、大丈夫です、あ、開けてもらっていいですよ、はい、ポイント制で戦っていただきます。はい、今回ご協力いただいたのは1階に入っているジューシー100さんというお店ですね。はい、はあ、ジューシー屋さんね、ジューシー屋さんでございます。そうそう、さあ、得点はですね、今から1位から10位を出ていただきます。10位が出たら10点、9位が出たら9点っていう感じでポイントが加算されていきますよ。最後負けたチームにはバックゲームが、バックゲーム、罰ゲームがお待ちしてますので、何する、頑張ってくださいね。罰ゲーム何する、それはもう考えていただくしかないです。だけやるじゃん。あー、分かった、勝った方がじゃあ決めていいってこと、はい、もちろんだってこれだけ全19種類があるんですから、トップ10入ってないものがたくさんありますよ。そうだね、で、第5位を出た人だけマイナス2点、第5位を出たらマイナス2点、マイナス2点、いいでいい、マイナス5でいいんじゃないか、マイナス5いっちゃいます、わかりました、マイナス5点いっちゃいます、行こう行こう、マイナス5点の男、それは行こう、わかりました、男の中の男、行こう、いや、わかりました。じゃあ5位を出たらマイナス5点ということで、ぜひポイントをゲットしてください。売れてるやつ1位から10位は出ればいいかな、はい、あの質問いいですか、はい、どっちも入ってってことで、ね、両方とも剣です。コミコミコミ、はい、剣、これ剣これ、え、一人ずつ行く、いや、まずチーム制で行きます、チームで行く、はい、お、2-3か、じゃあ2-3 2-3ですね、私は参加しませんもん、そうか、はい、じゃあいいよ、分かりやすい平安クッパで分かれてください。え、2組やろ、2組です、2-3、あ、クッパ2-3じゃって、はい、じゃあ使うから死ぬんじゃん、塗料お願いします、ルーパーの掛け声を、はい、命をかけてラングッパー、幸福がバカで、この先の人生が決まるかもしれへんから、本気出しやあんたら宴会やグッパーで勝った、はい、やばいやばい、分からなかった、じゃあ熱盛、次、はい、途中のキャラ崩壊やばいですね。いや、私こんなです。あ、そうなんですね。もう、チーム上げであんま時間も違うから、あと最後行こう。命を受けた平安グッパーグッパーで、この世が決まるグッパー、俺は何を出すのか、グッパー
リピリジュース、もう少し前の方に。小松菜ジュース、バナナミルク、マンゴージュース、マンゴーミルク、リンゴ、オレンジ、グレープフルーツ、オレンジとグレープフルーツ、オレンジとリンゴ、小松菜リンゴ混ぜてきた、ニンジンリンゴ、ゆずすかし、ハチミツレモンすかし、ミックスフロート、マンゴーフロート、コーヒー、カフェオレ、カプチーノ。拍手がある。落ちた。そうなるとちょっと後ろの方がいいと。よし、じゃあ始めよう。よし、はい、じゃあ皆様やトップ10入ってるか入ってないかで当ててくださいね。どっちが先行？わしら。じゃんけんしましょうか。いけ、頑張れ。平安じゃんけん、じゃんけん、ほい。平安じゃんけん、じゃんけん、ほい。平安じゃんけん、じゃんけん、ほい。勝った。やるな。あ、負けたの。10位でしょ。10位を当てた方が、10位を当てた方がいいですよ。でも、やっぱ最初はポイント取っとった方がいいと思う。なるほどね。やっぱりゼロからスタートするよりは、やっぱりこちらが何ポイントかリードした状態で行った方が絶対いいから。じゃあ、硬いのからいきますか。硬い、お前の硬い。蜂蜜レモンスカッシュ。難しいやろ。バカ。もうここだろ。硬いのはコーヒーかミックス。早くしてくれました。1個目から。わかりました。はい、決めました。はい、わしらが選んだ。はいはい、わしらが選んだのはミックスジュースです。あー、なるほど。さあ、ミックスジュースはトップ10に果たしているでしょうか。正解は入ってます。あら、そうミックスジュースはなんと何でしょう。第1位です。あら、まあこれでいいんですよ。これでいいんです。これ、ということは連続で10位と9位を取ればこの人がおっしゃるの勝ちになる。あ、そうですね。あ、いや、大丈夫です。謎は全て解けた。10位なんて当てれるわけない。わしに不可能はない。え、次はあれやな。はい、次は4番のマンチューで。大丈夫です。わしが選んでいいですか。10位当てていいですか。はい、それだけの自信があるから見てみて、はい、何でしょう。ゆずすかし。あー、わしが10位だと思うのはゆずすかし。さあ、入っているかな。ゆずすかしは入ってます。おブラザーズね。いいよ。ハトは悪くない。オレンジとグレープフルーツはトップ10に入ってます。よし、よし来た。こちらは勝った、8位です。8位です。よしまだ10位、9位が残っていますから。わかんないですね、これ。ほら、でもここでやっぱりミックスジュースの1点がちょっと効いてきてる。そうですね。女子が多いのかな。ああ、そうなるの。1個だけ聞いてみますか。お客様にいいですか。オーディエンスどうぞ。はい、そんなのあったんだ。ちなみに何か飲んだことある人ある。あ、手上がってますよ。ある人もオーディエンス。オーディエンス、はい、ちょっと聞いてみて。ちょっと聞いてきて。あ、この前の。どっちでも。はい。何ですか、今回。バナナミルクと。バナナミルクとスカッシュを。バナナミルク。ゆずスカッシュも当てるんで、バナナミルク。バナナミルク。これはもう10点じゃない。10点入るかも。よし、行くか。はい。わかりました。全責任を。お前に任せる。そのあたりを知ってます。重いな。それお願いします。わしらが。10位に選んだのはバナナミルク。バナナミルクはトップ10に
来い来い5位です。ゴー！そうだ、そういうことですよ。あ、そういうこと。マイナスだって自分が言った。さっき男の男、男の中の男だ。もうそういうのやめよう。かわいそうだな。枕ポーズないです。よし、カートにこれでいける。はい。しかもね、だいぶやばいよ。やばい。続いてわし攻めていいですか。10位取ったらもうほとんど勝ちだ。わし分かってるんです、これ。いけ、いきますよ。いけ。わしが選んだのは、オレンジとリンゴ。あ、もうそういうので来る。オレンジでね、オレンジを重ねていく。はい、これは10位以内に入ってなかったら0点になる。0点じゃあ違う違う待って待って、それまたボケって踏むやつ。じゃあ決めてきましょうか。何もなしでいいですか。いいですね。まだ今はゼロ。男の中の男ですね。わかりました。あれ、その感じは。さあ行きましょう。オレンジとリンゴはトップ10に入ってません。よっしゃ、申し訳ない。はい、マイナス15。おい、おい、さっき決めたの。決めてないですよ。おめえ。男じゃねえな。3人でやってる。なんでこちらは入ってません。カフェオレだと思う。どんぼり行こう、行こう。あのコーヒーかカフェオレかなって思ったんですけど、結構ね、あの年配の方もいらっしゃるじゃないですか。はい。でも暑かったのでコーヒーよりもカフェオレだった。あ、飲みやすいかなミルク入れちゃいました。胃に優しいじゃん。はい、カフェオレでお願いいたします。出しました。さあ、カフェオレはトップ10に入ってません。絶対入ってない。ちょっとそうかと思った。入ってません。マイナスとかにしまってよかった。出しますね、ここからマイナス点つけますか。お、何マイナス点つけますか。まだいい。まだいいです。これどこまで、全部あくまでやるの。それ当てるまでね。やりました。今は終わりませんよ、まだ。いや、勝つまでやる。10位も出てないし、9位も出てないし。だってもう、よ、これ当たるまで。分かった、帰られ、行こう。帰れない、みんな帰れない。分かった。よし、よし、シゲリアのチャンス。バツ書いてて、じゃあ、ちょっとダメだけど。はい、分からん。オレンジのリンゴとカフェオレですね。はい、よし。カフェオレ入るの。はい、決めた、決めた。早くして。決めた。早く。はい、早く。水飲む。わしが11時に入っていると思うのは小松菜ビンゴです。あ、そうですか。あ、ちょっと野菜を取りたいかもしれないですからね。あ、そうです。ノーミックス。野菜攻めましたね。イエス、ビンゴ。なんで。ノーミックス。はい、じゃあ行きましょう。小松菜ビンゴはトップ10に来た。入ってます。点数は10位。おお、そうか。皆さん健康でしょうか。ありがとう、ありがとう。点数が多すぎてわからん。ここからはトップアップをしますか。あのランク外になったら、はい、いや、やめよう。わし、9位やってていいですか。いいよ、はい、9位やってたら100ポイントでいい。どんな、どんなプロやってるの。最後の最後、置いとかなくていいですか。置いとこう。置いときましょう。じゃあ、とりあえずわしはコーヒー。コーヒー、アイスコーヒーもらって。あの、ギオの顔見て。求めてこないで。わしが9位に選んだのはコーヒーです。はい、コーヒーはトップ10に入ってません。入ってるわけないよ。コーヒー臭いと思って。いやいや、ないない。こんだけ何飲んどるの。だってこんだけ、だってジュース的なものがあったら混ぜたい。ジェロ。でもジェロ、ジェロ。でも夏はとにかくコーヒーみたいな。コーヒー飲むか。いや、ないよ。みんなブラジルのカラスどこやったんだ。コーヒーじゃないのか。ファッション。ファッション。よかったですね、マイナス100点で出てる。さあ、じゃあしきったら、も最初からわしが言ってたやつやっていい。はい。わしが次で選んだのはハチミツレモンスカッシュ。
ゆずスカッシュが6位だったら、はい、まあ蜂蜜入ったらね、まあ、来てるでしょ。はい、蜂蜜レモンスカッシュはトップ10に入ってます。よし、こちらすごいですよ。点数は7位なので7点。なんかすいませんね、なんかこういった予定じゃなかった、点数取りすぎてすいません。違うもん。え、これは罰ゲームか。はい、なし。ちょっとなし。ちょっと見てください。じゃあ本日はこれで違う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 最後に残ったものはね、ポップアップ方式でいきましょう。ポップアップってなんでさっきから集中してくるの。ポップアップ100点、100点をもらえるんです。今何位が残ったの。9位をじゃあ当てたら、9と、2位も出てない、3、1、2、3、4、9。これ連続で2つ当てたらわしらの勝ちにして。勝ち。3連単ちょうだい。3連単で、わしら3つ一気に答えるから1、2、3。あ、全部入ってる、全部入ってるから、わしらの勝ちにして。3つ。じゃあ1個でも、1個でも外してたらどうするの。あ、じゃあ倍倍ゲーム。点が倍に、9点だったら18点もらえるっていう。あ、それでいきましょう。お願いします。みんなもこれを、みんなちょっと言っとく。一応1位からレモンに
言っとかない。はい、次は出てきますか。でも一回情報として分かりました。ね、じゃあ、まあ、よかったら飲んでくださいみたいなもんです。1位がミックスジュース、そして2位がマンゴージュース、3位が小松菜ミックス、4位がリンゴジュース、5位がバナナミルク、6位がユズスカッシュ、7位がハチミツレモンスカッシュ、8位がオレンジとグレープフルーツ、そして9位がオレンジジュースで、10位が小松菜リンゴという結果になりました。あ、聞いてみたらそれ飲みそうだな。結果的には26対4。ほらありがとうございました。金さんでいい勝負ちょっと待っていいですか。ということで、そうだ、え、何ですか、皆様には罰ゲームいいんですよ、はい、何がいい、どうする、全然無理。罰ゲーム、写真撮影の時でいいかな。はい、よし、ああ、いいですよ、いいですよ。じゃあ、じゃあそうしましょう。ゲームが終わった最後の時にですね、写真撮影の時間を設けますので、その時にちょっとお楽しみということで、はい、考えてくださいませ。さあ、ゲームは以上でございますので、皆さんぜひ獣医師100さんに足を運んでくださいませ。ありがとうございました。まあ、でもどれも美味しそうで、実は今日私朝はミックスジュース飲んだんです。なぜそれを、まあ、1位か。そうなんですよ。なぜそれを。聞いてくれなかった。準備どうですか。おかえりなさい。頑張って、え、いろいろ頑張ってください。楽しみにしてます。あ、ちょっと落ち込まないでください。さっきあれ呼び出してた人。じゃあ歌います。これからちょっと、まあ、この北野工房の街のいろんなお店があるので協力いただければ、いろんな地域のランキングというのをちょっと調べて、わしらも楽しみながら皆さんにもいろんなことを知ってもらえればと思って考えておりますので、お楽しみにということです。ではちょっと気合を入れ直しまして、歌を最後に聴いてください。最後時がね、そこに花粉が来たということは、はい、そうですよ、ね。4周年記念日、まあ、先週やりましたが、実際の4周年というのはまだね、9月の29日か、はい、になりますと、私が現世によみがえって 4年経ちます。そこからまた5周年に向けて頑張っていこうと、先週終わった時にみんなで話したところです。まあ、本当にいつまでどこまで、皆様とこうして過ごせるのか忘れても分かりませんけども、とにかくこの歌の歌詞にもあるように今一瞬一瞬を大切に思い切り生き抜いてやろうと思ってますので、これからもぜひついてきて一緒に面白い参りましょう。じゃあ最後の時と参ろうか。はぁ、you
企画です。最後盛り上がっていきましょうか。9月です。盛り上がっていきましょう。あっという間にクリスマスです。嘘です。でとにかく4周年以降みんなで盛り上がってまいります。よろしくお願いいたします。いくぞ。Oh, my God.
いかがでしたか、湘南の風吹く。いや、まだまだ夏は終わらせない。どうも、神戸清盛ちゃんでした。今日はちょっと不着なんかいないです、寂しいことですが、また7時に揃って、いつもやられているときはやりますので、何回でもお知らせに会いに来てください。お待ちしております。皆さん、存分に神戸を、そして北野高校の街を楽しんでくださりませ。本日は誠にありがとうございました。ありがとう。